よさ不村奥の細道図山形美術館は、山形県山形市にある美術館。運営は、公益財団法人山形美術館。山形新聞グループの総帥であった、服部幸男の提唱のもと、民間主体で、山形県と山形市が全面的に協力する、財団法人山形美術博物館が設立され、公立美術館より一段と幅広い県民の、 美術館という理念のもとに1964年8月に開館した。1971年4月に霞城公園内に県立博物館が開館すると博物館機能は同館に移管。その後は美術品の単独館となった。1979年に現名賞に改称している。1985年8月10日には開館20周年記念事業として 本館を取り壊し改築した地下1階、地上3階からなる新館がオープンした。また、翌1986年10月には別館改修工事も完了した。新館建設にあたっては、県及び山形市から補助金が拒出されることとなったが、着工直前に、服部の一声で全面新築に突如変更された上、補助金についても、 実質的な審議がなされないままに増額された。また、服部存命中は、収蔵品が、山形新聞、山形放送、山形グランドホテルなどのいわゆる、服部コンセルン企業に優先的に、無償貸し出しされ、美術館の私物化との批判も出た。開館時は、日本が主体の美術館であったが、1985年の、 新館オープンの際に、オギスタ・タカノリの指導によって収集した、ハットリコレクションや吉野石膏からの帰宅作品などから、東北有数のフランス近代絵画美術館として、広く知られることとなった。山形銀行及び、植産銀行の経営に参画してきた長谷川家が、多年にわたって収集した、美術品を経イらから寄贈を受け展示している。江戸時代の仮の葉。 文人が演算史上派を系統的にたどることのできる内容となっている。山形市出身の近代彫刻の先駆者の一人である新海武太郎とその甥いである新海武造の作品を展示している。1991年に亡くなった服部幸男の業績を称え、フランス絵画60点とロダン、マイオール、ブールデルの彫刻4点を服部コレクションと名付け展示している。 1981年春、山形県南陽市において、かつて創業していた吉野鉱山が、社名の由来である、吉野石膏が収集した、美術品の帰宅を受け展示している。バルビゾン派、印象主義、キュビズム、抽象絵が、エコールドパリの作品を見ることができる。ありがとうございます。